東コース遠方には、東戸塚駅周辺の高層ビル群が見える、横浜カントリークラブは、神奈川県横浜市ほどが役にある、プライベートゴルフ場。日本オープンゴルフ選手権競技をはじめ、日本ゴルフ協会、関東ゴルフ連盟の公式競技が多数開催された36ホールのメンバー制プライベートゴルフ場である。本ゴルフ場内には、 ジャがが参加の神奈川県オルフ連盟の本部もある。コース設計は愛三部夫。クラブハウス設計は日本近代建築の王や谷口義郎の設計。思考は体制建設。自然の地形を生かした戦略設計型の36ホール。東コース、西コース、トーナメントコースという3つのルーティングを持つ。2015から2016年には、 世界的に著名なゴルフ設計事務職クレーンショーの手により、西コース及び東コースの一部において新設コース並みの大改修が2年間にわたり、施され、従来の東コース、西コースに加え、新たにトーナメント専用東西、コンポジットルーティングが設計された。東コースは、ベント1グリーン、電磁乗用カートキャディ付け、 西コースについては、ベント1グリーンキャディ付け。西コースでは、1978年に第43回日本、オープンゴルフ選手権、競技、2012年に第45回日本女子、オープンゴルフ選手権、競技、2018年に、第83回日本、オープンゴルフ選手権、競技が、開催された。JR 唐突海駅。 西口資金の33万坪敷地内に、ゴルフ場のほか、外部向けゴルフ練習場、テニスクラブ、サッカーグラウンドを運営している。アクセスは、自動車利用の場合、都心から20から40分、横浜市内主要部から20分、JR 唐突海駅から5分。1958年当時の横浜市ほどが役は、芝の一大生産地であった。そこに目をつけたのが、 東京都大田区で石油製品製造メーカーと六号ゴルフクラブを経営していた愛三部夫である。当時、六号ゴルフクラブは台風シーズンになるとゴルフコース復旧のための芝をほどがやく今以上の生産者から直接調達しており、このためたびたび当地を訪れていた愛山はこの緑豊かな丘陵地にゴルフコースとしての適性を見いだしてコースの建設を決意した。 そして1958年11月、横浜カントリークラブの経営会社横浜国際ゴルフクラブを設立し、1959年6月に、ナルト造成に着手した。コース基本設計は愛山自身が行いた竹村、秀夫が協力、同年9月には初代クラブハウスの建設を開始した。その後1960年8月に、当初9ホールで会場、 1961年には9ホールを追加し、東コースが完成。1963年になると新たに西コース9ホールを追加。さらに1964年、西コースに9ホールを追加して、西コースが完成し、東西36ホールを要する現在の姿になった。その後、現在に至るまでコースの戦略性向上を目的とし、 数度の大規模改修が行われている。また、2014年8月に、米国のゴルフコース設計事務職ク,クレーンショーを設計による西コース近代化改修に着手し、2016年9月にリニューアルオープンした。2013年、東京での2020年夏季オリンピック開催が決定し、2016年のリオデジャネイロオリンピックから五輪正式種目になっている。 ゴルフ会場の候補地として同地が検討された。結局、霞ヶ関カンツリークラブを正式会場とした上で、同クラブはそれに次ぐ第2候補になった。なお、西コースは2017年英国のコース評価団体。ありがとうございます。